こんにちは。そっか塾の久保でございます。今回はね、パパ活のことについてちょっとお話ししようかと思うんですけども、あの、私動画をね、結構、子供のヤマトくんのことをね、生まれる前から動画を結構上げてると思いますけども、まあそれをずっとご覧になってる方は非常に少ないと思うんですけども、あの、子育て大変ですよねとかね、えー、いろんなあ久保さんの自由な時間をやめて子育てしてるのはすごくいいパパ活だと思いますよって評価もいただきますし、そういうのは嬉しいことなんですけども、 いや私にとってみるとね、あの、ヤマト君と過ごす時間っていうのは、家族と過ごす時間っていうのは、何を失ってもいいぐらい大事な時間だと思ってるんですよ。ですんでね、子育てが負担とかね、寝る暇がないとかね、なんか自分の好きなことをやめなくちゃいけないとか、全然何と思わないですねえ。というのが、あの、あ、自分に家族ができるっていうことはどういうことかなっていうのをわからない私じゃなかったわけですよ。独身。 を過ごしていた40歳歳ままでと40歳から始まる家族を養っていくことと家族に一番奥さんとかね子供に一番エネルギーを傾けてその他のことはほとんどやめるみたいなねそれこそ私は店舗経営もやめたし会社経営も手放したし、えー、それからまあ友人付き合いとかねそういうのももうなくなったんですよでほとんどの好きなこともやめましたし今ねあのトランザブナイト2000買いましたけどもう乗ることっていうのは月に1回もないですよ あの本当にに半年に1時間ぐらいい乗るかななみたいなねそんな感じで置きっぱなしなんで車が壊れるんじゃないかなと思うぐらいですよでもナイト2000はシャポにあるだけでいいんですよもでも私にはいろんなことがあってもね家族には私しかいないわけですよねでそういうのもあるし、まあ、なんせ私の方がね子供と過ごすのが大好きで自分の子供ですしねでそこで起きたいろんな面倒事やエピソードっていうのは全部宝物なんですよ 全然負担だと思わないですねそれ奥さんに対してもそうですよ奥さんは年が随分離れてますんで私から見ると、あのー、もう一人の子供みたいなね娘みたいな存在なんですけども俺がいなくちゃなみたいな気持ちですよねだから恩着せがましく自分はこれだけのこと我慢してるんだからお前らこの野郎みたいな思わない全然思わないですねうんでも奥さんには奥さんの自分の人生があるんであの子育てに没頭することなくね自分の好きなことを ずっとやってもらいたいと思いますよ、うん、だからそれもきちんとねお話ししてますしね私ははっきり言って24時間ずっと山本くんにつきっきりでも家族につきっきりでも全く不満はないですねむしろそんなことを前提として結婚もしてるし子供も持ってるしその家族ってものをね、うん、生涯自分の一番の宝物だと思ってるんですよこれ綺麗に答えたいわけでもなんでもなくってね で最近ちょっと読んだんですけどもオリエンタルラジオの中田敦彦さんが今まではねいい夫を演じてきたけどもこれからはもうしないとか言ってるわけなんですよ。でそこに対して女性っていうかね奥さんの味方のとされる読者さんからのたくさんの投稿が寄せられていてってこともありますけども、まあ、私はいろんな意見があることも承知してますけどもまあ私の意見ではないかなと。それこそ何人の方何十人の方何百人の方が 一致した意見を持っていていも私はその人たちじゃないんで当たり前のことですけどもね私の立場からそして私の人生経験から私の考えの中からはじき出されるのは家族がマストでありその他は全部ね手段でしかないかなってところなんですよもちろん男性は仕事をして稼がなくてはいけない家族を養っていかなくてはならないところもありますだからこれはね手段なんですよだから仕事が目的になっちゃうと今度はね家族とか子供や奥さんが 目的にならなくならくっちゃうんでそこにが生ままれるんじゃなないいかなと思いますでも人間ってのは変化をしてそれぞれその状況で好きなものとかねあの優先順位が変わってくるのはこれ致し方がないんでね私としてはね中田さんみたいに、まあ、結婚して子供ができた家庭ができただけども仕事が面白くってそこで作った自分のコミュニティプログレスですかあっちの方に重きを置いてしまったもうそれこそね 生活費の心配がないんだけども銭からじゃなくて自分の楽しみのために仕事という口実でそっちに自分の意識を向いちゃった家族には向かないんだったらこれはもう仕方がないかなと一つの形なんじゃないかなと思うんですよ。うんまあ、だけどね私としてはね全ての男性に言いたいんだけども好きになった女性とかね自分の思いを傾けたあの自分の身を捧げて子供を宿してくれた奥さんは生涯身を犠牲にしてでもね 大切にししててて守ってあげいいなと思いますだから男って不利なんですよ生きるのがでもそのぐらいの不利をね飲み込んで、うん、から元気力強くやっていってほしいなと思う、うん、だから俺がこんだけ頑張ってるんだからお前も何とかやれよみたいなねそういうなんかね耳ミミッちい言い方ですよ私からするとそれこそ男性と女性の五分五分っていうのは男は9出して女性は1でも全然 OK とかね なんだったら10対0でも五分五分だよって思えるようなそのぐらい愛してる人と共に家庭を作るものじゃないかなとまあ私の理想でもあるんですけどねそこを目指していきたいなとだから自分のね好きになった人がいてあの自分と暮らしてもらえるこんな喜びに引き換えていいものはもうほとんどないんじゃないかなとで子供はパパが全てママが全てですよ その中でで起きててる平和が全てですよもちろんお父さんにも人生がありお母さんにも人生があるでもその中で選んだのが家族を持つこと子供を持つことでしょだから言ってみればね楽しみとか喜びとか趣味に似たようなものっていうのは子供に振り返れるぐらいの意識を持ってもいいんじゃないかなと、うん、子供は自分の趣味や仕事の合間で見るよとかね 自分の人生の合間に家族があるよみたいなのも、まあ、分からなくはないですけども、うん、今世の中ねそんなになってしまっていいのかなと、うん、思いますよねまあでも世の中っていうことになるとねじゃあどこを見たら世の中なのかってことがありますんで、えー、これはもういろんな人生があるよねと切り離すしかないかなと思ってます。 ともかく私の方に向けられたあいろんなねご配慮ですとかいいパワーしてるねみたいなねご意見っていうのはありがたく受け止めつつもいや私は好きだからやってるんですと子供とか家庭に何か負担を感じたことはないんですよむしろ負担を感じるとしてもそれを背負い込むことが喜びだから持たせてもらってますって感じですよね、うん、そのぐらい素晴らしい人と出会えて素晴らしい大和くんが生まれてきてくれて 嬉しいなと思ってますね、うん、だからこれからもねあのー、何もかも、まあ、手放すことはないですねこれがあるからこっちができませんみたいなそんなことには絶対にならないぞという <laughs> 気持ちを持ちながら生きていきたいと思いますね、うん、でも本当にいつも動画ご覧頂きましてありがとうございましたあのいろいろと私がね勝手なことを言ったりやったりできるのも視聴者さんあってのことだと思います、まあ、私はチャンネル登録がね 10万人、100万人いるような有名 YouTuber ではありませんし、再生回数がね、1個動画を上げたら数万回、数十万回回るような、そんなインフルエンス力もありません。でも、現実、私はこうやってね、少ない再生数でも、ちゃんと自由に暮らしていきます。その上で、申し上げたいんですけども、YouTube、本当に素晴らしいですよ。うん、素晴らしい使い方をすれば素晴らしいものになります。でも、誹謗中傷でアクセスを集めようなんて考えを起こしたときに、 誹謗中傷はそのまま自分の身に降りかかってきて誰一人幸せにしないそんな腐った YouTuber が出来上がると思いますですね自分の人生をね良いものにするのも悪いものにするのも自分の職業を転職にするのもそれともブラック企業にするのも自分の選択一つだと私は思いながらここまでやってきましたねもしかしたら運がいいだけかもしれませんけどもでもそれでも私は思います皆さんありがとうではい、い失礼します